はい、どうも皆さん、こんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回やっていくのは、2021年最新の数学検定1級のこの問題。このシグマを円の式で表せと。まあ実はですね、数検1級って、高校数学の範囲で解ける問題っていうのが一定数出されるんですよ。で、その中でも今回扱う問題は特に面白くて、しかも学べることがいっぱいあるんですね。今回は周辺知識も合わせて解説していくので、ぜひね、最後まで見て数学の面白さっていうのを味わってもらえたらいいなと思います。それでは問題。k イコール1から n までのシグマは 6k プラス 3k2 乗 k プラス1の2乗を n の式で表せと。まあこれにね、近い問題としては、k カッコ k プラス1のシグマは、こういった問題ありますね。で、この問題は、まあ、オーソドックスには展開しますよね。k2 乗プラス k というふうに展開することによって、k2 乗のシグマと k のシグマは、それぞれ公式があるから、それを使えばいいと。6分の 1n n プラス1、2n プラス1が k2 乗。で、k のシグマが2分の 1n n プラス1と、よって、まあ、n カッコ n プラス1でくくったりして、計算してあげると、3分の 1n n プラス1、n プラス2と。まあ、こんな感じで求めることができるんですね。じゃあ今回の問題はっていうと、このね、シグマの中身っていうのは K についての誤字式ですよね。ということは、これを展開してあげたとしても K イコール1から N までの K の5乗のシグマ、こいつが分かんないと解けないんですよ。でもね、この K の5乗のシグマって皆さん解けますか？解けないですよね。まあ、実は、これね、求めてあげることもできるんですよ。まあ、一般に、K の M 乗のシグマ、T の SM っていうふうに置いてあげると、まず S1 っていうのは、K の1乗のシグマだから、まあ、公式ありますね。2分の 1NN プラス1。で、S2 はっていうふうに言われたら、まあ、2乗のね、展開公式。で、S3 はって言われたら、これ S1 の2乗なんだよね。2分の 1nn プラス1の2乗と。まあ、ここまでは公式でね、ぜひね、押さえてなきゃいけない話なんですけども、S4、S5 に関しては、これ公式はないんですよ。でも実は導き方がある。それが何をするかというと、k プラス1の5乗、マイナス k の5乗ってやつを考えてあげるんですね。まあ、これどういう形になってるかというと、この k を fk、みたいな感じで置いてあげると k プラス1って fk プラス1になりますよね。だから fk プラス1マイナス fk っていう形になってる。まあこいつをね、 k プラス1の5乗の方を展開してあげると、別に展開は簡単。 5k4 乗足す 10k3 乗足す 10k2 乗足す 5k 足す1と、まあこんな感じで展開されるんですね。すると、まあこのね、式の両辺の値は一緒なので、まあ、両辺についてシグマはっていうのを取ってあげることができるんですよ。ここで fk プラス1マイナス fk のね、シグマはについて考えていきます。まあ、これは超重要だから、ぜひね、押さえておいてほしいんですけど、fk プラス1マイナス fk みたいな形でずらして引かれてるもの、ね、一個ずれて引かれてるものっていうのは足してあげるとすごく気持ちいいんですね。っていうのも、k イコール1入れたものっていうのが f2-f1。で、2入れたものが F3-F2。で、4入れたものが F4-F3。点点点と。で、N 入れたものまでね、行くわけなんですけど、これ、F2-F2、F3-F3 みたいな感じで、次々にずれたものが消えてくれるんですよ。どこまで消えるかというと、マイナス Fn まで。ということで、残りはマイナス F1、最初と最後、Fn プラス1と。fn プラス1マイナス f1 と、まあ、こんな感じでね、シグマを求めることができるんですね。まあ、こいつを使ってあげると、まあ、左辺のシグマっていうのは、もうこれ fk を k の5乗とすると、左辺は n プラス1の5乗と。で、マイナス f1。だからマイナス1の5乗ね。これが左辺のシグマになって、で、右辺の方は、まあ、5K4 乗、10K3 乗、10K2 乗、5K1 のシグマを取っていくわけだから、まあ、5K4 乗は 5S4 になって、まあ、同じように 10S3、10S2、5S1 足す、まあ、1のシグマっていうのは N だね。
まあこういう式を立てることができて、S1、S2、S3 はまあ公式があるので S4 計算することができるよねと、まあ実際計算してあげると、S4 っていうのは30分の 1n、n プラス1、2n プラス1、3n2 乗足す 3n マイナス1みたいな値になるんですね。ただこれ計算するの結構大変なんですよ。まあ S4 のね、シグマを求めることができたんですけど、今回の問題はさらに S5、ね、K の5次式だから S5 まで求めなきゃいけないんですね。まあ一応ね、S5 も導くことはできるんですよ。K プラス1の6乗引く K の6乗。っていうのを展開してあげる。そうすると、まあ、このように展開することができて、この両辺についてまたシグマを取ってあげてっていう風にできるんですけど、まあ、かなり計算大変、めちゃくちゃ大変。まあ、実際計算すると、S5 は12分の 1n2 乗 n プラス1の2乗 2n2 乗プラス 2n マイナス1みたいな形になるんですね。まあ、ただね、これめちゃくちゃ計算大変なので、試験中にやることではありません。ましてや、ね、今回の問題っていうのは、これを展開してあげて、S5 とか S4 とか代入して、もう一回整理しなきゃいけないので、もうこれだけでね、試験時間全使っちゃいます。ということで、またね、別の方法を考えていかなきゃいけないんですけど、ここでね、ぜひ考えてほしいこと。FK プラス1マイナス FK。このシグマはっていうのは、結局ね、次々に消えていって、まあ、非常に気持ちいい形になってくれると。この発想なんですよ。この発想は実はね、一番最初に挙げた K カッコ K プラス1のシグマでも使えて、この K カッコ K プラス1を FK プラス1マイナス FK、 この形に変形することを考えてみましょう。するとね、まあ、K カッコ K プラス1、まあ、K プラス 1K っていう風に書くんですけど、こいつの形に着目してあげる。すると、FK における K っていうのは、FK プラス1では K プラス1になりますよね。この K が K プラス1に移行していると。じゃあ、この K プラス1はどうなるの？って言ったら、K プラス2になるんですよね。一方で、FK プラス1における K っていうのは、FK では K マイナス1なんですよ。だから、K括弧 K プラス1。っていうのが、まあ、出てくるとしたら、おそらく、この差を考えることになりそうだっていうふうに見当をつけてほしいんですね。で、実際これ計算してあげると、K プラス 1K でくくったら、K プラス2、引く K マイナス1になるわけだから、まあ、これ計算すると3。だから、これを計算したら3倍の K かく K プラス1になると。まあ、よって、こいつを変形するんだったら、3分の1倍の k イコール1から n の、これね。このように変形することができるので、まあ fk と fk プラス1、ずらして引くっていう形になってますよね。このようにずらして引く形になっていれば、まあ先ほどと同じように、まあ3分の1倍の係数を忘れないように注意しながら、ここの部分のシグマっていうのは、fn プラス1マイナス f1 と、最初と最後だけが残るので、まあ、あとはね、F1 っていうのがここに代入したら0になるっていうことにね、注意してあげると、3分の1倍の N カッコ N プラス1カッコ N プラス2と、こういうふうに求めることができるわけです。まあ、一般に連続するね、数のシグマ和っていうのは同じ発想を使うことができて、K カッコ K プラス1のシグマ和っていうのはこういうふうになる。ね、N、N プラス1、N プラス2っていうのが並ぶ。で、K、K プラス1、K プラス2、連続する3つの整数の積っていうのは、まあ、今度は N、N プラス1、N プラス2、N プラス3。この積の4分の1倍になる。これは全く同じ理屈で導くことができるんですね。まあ、このね、変形っていうのは、結構いろんなところで出てくるので、まあ、考え方も合わせて押さえておくといいかなと思います。じゃあ、今回、この問題どういうふうに考えるのかっていうと、まあ普通にね、展開したら K の5乗になっちゃう。じゃあ、ずらして引く FK プラス1マイナス FK の形を作ってあげられないかなって思ってほしいわけですね。まあ、今回、6K プラス3、K2 乗、K プラス1の2乗、この3つに分かれてるんだけど、まあちょっと異色なのが 6K プラス3。ということで、K2 乗、K プラス1の2乗、っていうのを出発点で考えてあげましょう。
今 fk プラス1マイナス fk を作りたいわけで、 fk において k の2乗って k プラス1の2乗に対応してますよね。そしてこの k プラス1の2乗っていうのは、じゃあ fk プラス1に考えてみると、 k プラス2の2乗っていうのを作ってあげなきゃいけないわけですよね。で、一方で fk プラス1における k の2乗っていうのは、 fk に戻してあげると、これ k マイナス1の2乗になるわけですよ。ということで、まあ一旦これが 6k プラス3っていうのが出てくるかどうかわかんないけど、こういった形を作ることができるわけ。まあこれが 6k プラス3っていうの出てきてくれたらいいな、嬉しいなっていうふうに思いつつ、じゃあ実際計算してみる。これ計算したら k の2乗と k プラス1の2乗でまあくくることができるわけなんだけど、残りの部分が k プラスの2乗マイナス k マイナス1の2乗と展開して計算してみると、なんと 6k プラス3になるんですね。ということで、もうこれ勝ち。元々のシグマっていうのは、こういうふうにね、fn プラス1マイナス fn のシグマで計算できるので、まあ、これを展開してあげると、まあ、次々にね、消えていって fn プラス1マイナス f1 になる。で、f1 は、まあ、このね、k マイナス1に1入れたら、まあ、0になりますよね。よって、まあ、結局答えは fn プラス1、すなわち n2 乗、n プラス1の2乗、n プラス2の2乗というふうに求めることができるわけです。こんな感じで、この形を見たときに、うん、K の五次式、これはちょっと難しそうだなっていうところから工夫してあげる。で、大体その工夫って、もうほぼね、ずらして引く。この形を作ってあげることなんで、まあこの問題についても、なんかずらして引いた形作れないかなっていうところから、まあパズルみたいにね、この形を見つけていくと。まあこういった発想で解くことができるわけなんですね。まあこのね、変形っていうのが非常にパズルみたいで面白かったんじゃないかなと思います。まあ今後もこういったね、面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。